おい、ちょっと無理があるぞこれ。なんかこんな感じになるぞ。生成ケース上がんねえよ。デジブルのこれないよね。はい、どうも。どうも。めっちゃ笑ってるやん。申し訳ない。もう、はい、悟空の罰ゲームしたら、タイトルコールみたいな雰囲気になるから、ちょっともう無理があるぞ、これ。はい、というわけでですね、そういう話がちょっと今、打ち合わせの中でありましてですね、本来であれば、その前回のアキレータークイズでやったときに、タックさんがちょっと1問も当てれなかったんで、次回はちょっとタックさんは悟空のモノマネでちょっと参加するという話やったんですけども、ちょっと無理があるんじゃないかという物申しがありましてですね。無理だぞ俺そのクオリティでいいと思うけどね。ええと思うけどね。なのでね、ちょっと今回はね、アキネータクイズ自体がですね、メンバー内で大好評だったわけですね。メンバー内大好評に第2弾ということでですね、かつタッグ救済企画と題しまして、今回は再びアキネータークイズにみんなでチャレンジするところを、今回ちょっとタッグさんだけに答えていただこうという特別ルールでやっていきたいと思います。はい。で、出題者はボーカルとしきです。そうそうそう、とりあえずそれ言ってないよね、忘れてた。出題者のギターのタカです。同じく出題者のギターの石です。そして言えた。そして俺無理があるぞこれ。ドラムギターです回答者、回答者のタックさんにはですね、今回はちょっと我々3人が、トシキ、タカ、イッシーの3人が出題者に回り、質問プラス回答はタックさんにやってもらう。で、3人出題して1人でも当てれたらもうタックさんはクリアで大丈夫です。よろしくお願いします。俺はもう悟空やらんでええねんな。そうです、許してあげましょう。でですね、1人出題につき制限時間は2分で、2分の間で質問の数は自由です。ただし回答権は2回までです。誰かやっていくかはもう回答者のリーダーか示していただいた。誰のやつやる？誰のやつを先やりたい？順番を当てれそうなやつから。そうやな。石が。わかりました。僕からですか。じゃあ、タックは石にひたすら質問していってください。で、回答するときは、回答しますっていう形でちょっと言ってくださいね。はい、じゃあ。これ一発目で当てられたら嫌やからな。ちょっと、頑張ろう。時間計るな、トシ君。うん、もうスタンバってる。OK。いくよ。よーい。スタート。はい。それは人ですか？いいえ。物ですか？はい。固形物ですか？はい。固形物？なんて？使うものですか？使うもの？はい。使ったら減りますか？いいえ。楽器ですか？いいえ。電気使いますか？はい。音出ますか？はい。みんな持ってますか？この4人は。お。はい。持ってる。よく使いますか？うん、はい。あと1分。綺麗になりますか？いいえ。
タックの家にありますか？イエス。さっき言ってた。似たような質問してたな。はい。はい。どうぞ。No。腹立つ言い方で No って言われたな。いや、言っていっちゃうからな、ちょっとこれでね。わからん。ピン、ピン、ゴー、ヨン、ア、ニ、はい、掃除機。ノー。残念。I'm winning! 腹立つ。腹立つわ。正解ない。え、ちなみに、としくはなんか、あー、出ちゃった。あー、なんか近いとこ行ってたよ。惜しかったね。うん、一発目にしてだいぶ追い込んだね。あー。まあ、でもちょっとだけ変えてたが良かったかもしれんな。リーダーがあんまり使わんやつやからさ。まあまあ。冷蔵庫あたり近かったな。近かったな。ちょっと近かったからドキッとはした。ああ、無事第一戦勝利しました。悟空、はい、に一歩近づいたよ。悟空に一歩近づきましたね。ああ、無理だぞ。ちょっとやっとる。ああ、次、お二方どちら行きますか。おしきや。俺か。お。まあ、はい、俺行くと思ったのは、もう遅いけど、最後、リーダーが答え出ませんでした。で、イッシーの答え出す前に俺かトシ君正解したら何かっていうのが面白かったかなと思ったけどね。あー、それしたらよかったな。うん、ちょっとしたらよかったかな。答え知っちゃってるからね。そうです、今回ね。共有してるからね。じゃあ、私の出題、はい、よろしいですか？よろしいです。用意、スタート。人ですか？ノー。物ですか？イエス。電気使いますか？イエス。イエスやんな。イエスだと思うよ。タップの家にありますか？イエス。よくキョロキョロしだした。なんで？よく使いますか？イエス。楽器ですか？ノー。使ったら減りますか？No。 考えてます、考えてます、非常に考えてます。表情ですか？うん、もう一回。なんて？ちっちゃいですか？ No。 大きいですか？ Yes。 そらそうでしょ。綺麗になりますか？うわ、これどう？ノーかな？ノーだと思う。ノー。毎日使いますか？ノー。はい。どうぞ。洗濯機。あ、違う。大会。あと20秒。おぉ。考えております。質問した方がいいんだよな。はい。はい。エアコン。違う。終了。え、回答権2回使ったんじゃん。あ、終了。終了。質問したらよかった。ごめんごめん、俺つい白熱してしまって。なんか痛いってドキドキするよね、結構。そうね。俺だからさ、もう、なんとかして答えさせたいから、もう、やつぎ早にもう、イエス、ノーって。余計なこといっぱい言われるよな。ねえか。うん、だいぶな、近づいてきてくれててんけどな、答えはこれなんだ。え？ああ。S2000 でした。S2000 か。まあ、S2000 という車ですね。うん、そうです、車ですね。タックが乗ってるスポーツカーですね。スポーツカーですね。愛車ですよ。愛車です。よく使うけど、毎日は使ってへんもんな。そうだ、そこへ難しかったよ。難しかったね。綺麗にはなれへんけど、なんていうの、乗ってる時のその心は綺麗になるよねっていう。
何で迷ってたんや。さあ、悟空近づいてまいりましたよ。さあ、悟空。じゃあ、タッカーよ。そうです。真打登場。3分にしてくれへんか。いいでしょう。いいでしょう。2分はもう、慌てる。的には、ああ、わからんな。まあまあ、大丈夫でしょう。いいだろ。いや、いいですか。いいですよ。では、いきます。用意。はい、物ですか。いいえ。人ですか。はい。有名人ですか。はい。お。タックの家にありますか。いえ。タック好きな人ですか。はい。好きやと思う。女性ですか。いえ。男性ですか。はい。テレビによく出ますか。はい。いいぞ。お笑い芸人ですか。はい。いいぞ。二人組ですか。はい。ツッコミですか。いいえ。ボケですか。はい。はい。はい。大竹さん。正解。やったやりよった。どうじゃー、悟空が抜れた。抜れた。やだ、あのね、ちょっとこれ解説させて。はい。2分、1分でよかった、ほんまに正直。うん、今1分しか経ってないです。人ですかと来ました。はい。タック好きですか。はいってなったら、俺の中でサマーズかなんちゃらかの2つ、うん、どっちかになったんですよ。なるほど。お笑い芸人ですかって聞いた、その前に女性ですかって聞いた時に違いますって言ったら、うん、俺の中でサマーズしかなかったよ。サマーズさんしかなくて、で、あとはどっちやツッコミかボケか。ちょっとな、ボケですかって違うって言った時、あれ三村さんってどっちやったっけぶっちゃけどっちもツッコミとボケやんな、みたいな。まあまあまあ確かにね。その要所要所でね。大竹さん。ちょっとね、俺はちょっと甘めの、ね。甘めやね。うん、甘め、まあまあまあ。俺が最初に浮かんでたのは、亀仙人っていうね。もしくは、ナルトの鹿丸っていうね。ああ。ちなみに、今日、俺、朝、ぼや様見てたから。記憶が新しい。まあ、というわけでね、なんとか無事に、自力で苦難を乗り越えてくれましたね。いやー、よかったよ。よかった。まあ、第3弾でまた、罰ゲームで待ってるんでしょうけどね。そうですね。そうやね。悟空さが。悟空さがね。まあそんなわけで今回はタック救済企画ということで。救済されてました。救済できました、無事に。よかったね。期待の配分も良かったんじゃないですかね、今回は。まあまあまあ、確かに。流れ的に。まあちょっと一曲流しときますか。そうですね。じゃあ今日はね、これぐらいですけど。メニュー表、メニュー表と。まあやっぱみんなでワイワイやった方が白熱するね。そうっすね。うん。まあちょっとまあ、しばらくゲーム動画とかが続いたりしてる状況なんですけども、ぼちぼちですね。これ撮ってんのは正直、まあ5月なんで、だいぶ前の収録にはなったんですけど、そろそろちょっと音楽的な動きも家でできる範囲でみんなでできないだろうかっていうのをちょっと考えていってる段階なので、何かしら出せるようにちょっと今鋭意努力しておりますので待ってていただけるとありがたいですね。はい、ですね。ということで、ではまた次回ということで、はい、今回はこの曲でお別れしたいと思います。ブレイクダウン、次も絶対聞いてくれよな。やるんかな。死にが死がライブあって。See you. See you.